はい、こんにちは、あまねこです。今日なんですけど、これからですね、とあるパーキングに行きたいと思います。実はですね、私首都高はもう走りまくっていると言いますか、私の動画でもたびたび出てくる通り、私結構走ってるんですよ。毎週毎週首都高を走って、まあ首都高ドライブとは言ってもね、結局流れてる時間帯ってごくわずかなので、渋滞にはまってね、もう疲れた、パーキングで休もうみたいな感じになってることが多いと思うんですけど、そんな中で実は私まだ行ったことのない首都高パーキングあるんですよね。そして今回気になるのは都心ど真ん中にある代々木パーキングエリアですね。首都高速4号新宿線の上り線に設置されているパーキングエリアになるんですけど、今までほとんど通ることがなかったことと、あと通ったとしても何こんなところにパーキングがあるのって言って素通りしてたんですよ。なのでどんな感じのパーキングなのか完全に未知数なんですよ。でも外から見てたらカフェというかドトールらしきショップが見えたんですよ。首都高にドトールってすごすぎじゃない？また首都高ネタかよ、そろそろ飽きてきたんだよって怒られるかもしれませんが、私としては初の代々木パーキングになりますので、ちょっとテンション上がってます。はい、ということで、それでは今日もご安全に行ってきます。はい、ということで代々木パーキングに今向かっている途中なんですけど、先ほどですね、ちょうどカメラを回していないタイミングにとある出来事があったんですよ。赤信号の歩道を元気に挙手をして歩くおじいちゃんですね。そんなおじいちゃんが先ほど出没したんですよ。で、どういうことかというと、歩行者用の信号って黄色信号ではなく青信号が点滅して、その後に赤信号が出てくると思うんです。で、おじいちゃんが歩き始めたのが青信号の点滅タイミングで、で途中で赤信号になってしまったっていうことなら結構理解はできるんですよ。おじいちゃんゆっくり歩くから、どうしてもね、点滅してる信号じゃ渡りきれないよね、わかるよねってなるんだけど、そうではなく華麗なる赤信号スタートダッシュを決めてたおじいちゃんだったんですよ。まあ元気にステップ踏みながらね、挙手して、赤信号だけど渡りますからねっていう感じで、まあそうやって渡ってたんですよ、おじいちゃんが。まあそんな渡り方してたら、まあ、私はあんまりクラクション鳴らせない人間なんであれなんですけど、まあ、普通であればめっちゃクラクション鳴らされちゃうと思うんです。で、特にですね、私が都内に来てから感じたことなんですけど、都内の車に乗ってる方結構クラクション鳴らす方多くないですか？これそんなことないのかな、私の地元が田舎なせいでそういう風に思うだけなのかもしれない。都内だけでなく、もしかしたらね、これぐらい車の台数が多い地方都市とかでも同じようなことにはなってるかもしれないんですけど、まあ結構クラクション鳴らす方多いんですよ。もうちょっと割り込みされたらもうブーブーってみんな怒ってすぐにクラクション鳴らすもんだから、まあ、その辺私が歩いてたりこうやって車に乗ってたりすると、そこかしこからクラクションの音が聞こえてくるんですね。それぐらいね、皆さん結構クラクション鳴らされる方が多いのかなと思ってたので、今回の赤信号スタートダッシュおじいちゃんもこれ鳴らされちゃうんじゃない、おじいちゃんとはいえ怒られるんじゃない、大丈夫ってちょっと心配になってたんですけど、なんか今日の人たちはすごい穏やかでしたね。私の隣の車線にタクシーの運転手さんがいたんですけど、タクシーの運転手さん、私的には結構しっかりクラクション鳴らされる方が多いイメージだったので、あーこれはおじいちゃん鳴らされちゃうよ、大丈夫って思ってたら、こうやってね、こうやって挙手しながら歩くおじいちゃんをね、みんなで穏やかに見守って走りましたね。いや、なんかこれが結構びっくりな出来事でしたね。まあ、何か起きた時に歩行者ではなく車が悪くなってしまう可能性の方が高いのでね、歩行者様のお通りだぞって言われたら、はいどうぞ通ってくださいっていうしかないので、そんな出来事があったんですけど、今太陽がある方向に走ってるおかげで眩しい。はい、ということで、それでは首都高を突入していきたいと思います。今は新宿にいるので、代々木までほんとすぐ 2,3 分で着くのではないのかな。では ETC 専用レーン通過します。レーンも通過。あ、
代々木パーキング600m先だ。すぐそこでしたね。高速入ってすぐそこでした。なんかあんまり首都高ドライブ感ないな。さあ見えてきた代々木パーキング。それではお邪魔します。はい、無事に到着しました。さあ初の代々木パーキング向かっていきますか。こんな感じになってるんですね。なんか1階は EV、PHEV の充電スペースになってて、メインは2階なんですね。なんか展望デッキみたいな感じになってます。では早速入っていきます。あれ、ドトールだけじゃないの？冷やし担々麺とか牛すきカレーセットとかある。なるほど、カフェだけじゃなくてレストラン代々木の森っていうのがあるんだね。すごくない？森のクマさん、はちめちソフトクリーム。すごい、代々木名物なの。これは食べようかな。せっかくなの、はちみつソフトを食べてみようかな。ありがとうございます。あ、お願いします。はい、あ、すごい、はい、ありがとうございます。はい、じゃん、はちみつソフトゲットです。首都高でこんな本格的なソフトクリーム食べれると思わなかったんだけど、やばー。それでは早速いただいていきます。お、本当だ、めっちゃ柔らかい。うわ、すぐ溶けちゃった。口の中で一瞬でなくなる。ハチミツソフトっていうから結構濃いめな、喉が渇くタイプのソフトクリームかなと思ったら、意外とそんなこともなく結構さっぱり系ですね。まあ、ただこのソフトクリーム450円するんでちょっと高いかな。いやー、それにしてもちょっといいスポットを見つけてしまったかもしれない。今日は夜ご飯前なので、さすがにラーメンとかカレーを食べるのはやめとこうかなと思ったんですけど、首都高のど真ん中に食堂みたいなのがあるってすごいよね。ただですね、一個だけ難点を挙げるとすれば、常に人がいるので、私が一人で変なことをしたら、すぐに人に見られてしまうところですかね。このパーキングにいる間は気候はできなさそうです。結局アイスを食べていただけなんですが、いい感じに日が落ちてきたな。ちなみにここの無料休憩所、夜間は工事のため一時的に閉鎖されるようなんですが、基本的には夜間も開放されてるみたいですね。はあ、車内で休憩してたら視聴者さんに声かけていただきました。びっくり。マスクも外してボケーっとした顔してたとこ声かけられたんでめっちゃびっくりしちゃったけど、ありがとうございます。ちょうど動画が上がるタイミングだったんで、社内で動画投稿通知出してたらめっちゃ時間かかっちゃった。気づいたらお外は真っ暗ですよ。でも正直この夏の時期はこれぐらい日が落ちた後でないとオープンにするのって結構厳しいんでね、帰りはオープンにして帰ろうと思います。よし、それじゃあ帰りますか。で、今日はですね、一度は来てみたかったこの代々木パーキング行ってみたんですけど、まあ良かったですね。ありがとうございます。視聴者さんがご安全にってしてくれました。ありがとうございます。今日はすごい優しい視聴者さんが多くてちょっとほっこりしましたね。なんか皆さんもう私の扱いを慣れてきたというか、こいつ人見知りだから一言声かけてあげるぐらいがちょうどいいんだなっていうのを察して声かけてくれるようになりました。お気遣いありがとうございます。はい、ということで今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。オープンにすると結構風ピリオンがすごいとも言われるんですけど、でもエンジンサウンドがね一番気持ちよく聞けるんですよね。この気持ちいい低音をやっぱりね味わいたいとなったらオープンにするのが一番いいんですよね。